どなたかしら。会社の門からずっと尾行してたでしょう。一応あら、ありえないわね。私の知ってる隊長は純粋でとってもいい人よ。若い女性をつけたり悪いことを企んだりなんて絶対しないわ。さあ白状して、あなたの目当ては私のお金、それとも体。もう遅いわ。あなたが若い女性を尾行する写真はフリーアイランドの掲示板に。生物学的にも生きられないわ。嘘よ、隊長にそんなことするわけないでしょ。爆弾のリモコンもちゃんと持ってるわ。あら、安心して、爆弾ならこっちよ。隊それで本当にお金や体が目当てで私を尾行したの。分かった、私のことを疑ってるんでしょう。メイよ、隊長、表情をコントロールして考えを隠すのは基本。大事なのは目よ。自信がないなら他の人の目を見ちゃダメ。疑われるのはわかるし気にしないわ。でも中央庁のお仕事の邪魔になるのも嫌ね。どうすれば疑いが晴れるかしら。こうしましょう。私についてきて、何をしてるのか見せてあげる。うん、それが一番わかりやすいと思う。それとも私のそばにいるのは不満かしら。じゃあ行きましょう。まずは旧市街地よ。マスター、いつもの。今日は2つ目。はい。ちょっと聞きたいことがあって。隊長、中央庁の情報システムは専門的で効率的だけど、モンスターと街のことだけでしょ。私が知りたいのはこの町の外からの脅威よ。本当に知らないの？やっぱりお子様ね。じゃあちょっとだけ教えてあげる。人気使いが集う中央庁は世界で唯一モンスターに対抗できる組織よ。各国がこんなに強力な武装組織の存在を認めるのもモンスターという強敵があってこそと言えるの。でも中央庁を狙うやつがいないわけじゃない。中央庁を我が物にしようとする過激派もいるの。やつらが
最初に狙う相手は中央庁のリーダー、つまりあなたよ。やっぱり何も気づいてないのね。ちょっとがっかりだわ。じゃあその過激派の主要人物がみんな自殺や事故死したことも知らないのね。どうかしらね。あ、飲み物が来た。あら、あなたのじゃないわ。今日は白いレージンを2杯飲みたかったの。やっぱりお子様ですからね。そういえばマスター、例の人はあれから来た？ああ、確かにあんたの言ったような人が昨晩来たよ。いいわね。それで何をするとかどこへ行くとか言ってた？酒を頼んで釣りはいらないと言った以外全く口を開かない。ただの知り合いよ。最近この町に来るって聞いてね。お酒が好きだからきっとここのブランデーを。そんなわけないだろう。この年までいろいろな人を見てきたが、危険な女だってことは一目で分かった。あんな女と知り合いならあんたもただもんじゃないな。いやね、冗談がうまいんだから。あたし応えるね。金を払ってくれるならいいけど。悪くないわ。例の暗殺者が境界線都市に来たみたいね。大したことじゃないわ。彼女はね、あなたに用があるみたいよ。その通り。ちょっと反応は鈍いけど成長したわね。まあ殺すよりも生け捕りにして中央庁を制御しようとする可能性の方が高いけどね。主要人物は死んだけど、彼らが送り出した暗殺者はプロだわ。金さえもらえれば任務は遂行する。中でも一番強いのがさっきの話の人よ。大丈夫よ、私が守った。今日のパトロール先が私の会社の近くだったのも、私が出てくるのを見たのも、私が怪しい素振りをしたの。相手は強敵よ。今からできるだけ私から離れないでね。
デートで一番大事なのは雰囲気よ、雰囲気。じゃあ、中央町の入り口で待ってるわ。お姉さん嬉しいわ。正解、例の暗殺者が中央町にやってきたの。今近く。あら、大丈夫よ、私がリードしてあげる。さあ、お姉さんとお買い物？仲がいいですね。どう？うん、確かに華やかね。全部あなたが作ったの？な。ねえ旦那さん、このチャイナドレス綺麗ね。試着室？もちろんですよ。試着室はあちらです。このドレスは似合うか答えるだけでいいの。よし、じゃあこれをお願い。ありがとうございます。買い物も面白いけど、やっぱり二人きりの方がいいわね。隊長、今日は本当に楽しかった。ずっとつけられてたはずよ。でもどれだけ隙を見せても出てこないの。ずる賢いキツネさんね。そうよね、もう遅いし、今日のデートはここまでにしましょう。私の家はあのマンションなの。このまま帰らせてもらうわ。隊長、教えてあげる。デートの最後にはね、相手を家まで送り届けるものよ。家に帰るまでがデートなの。
味気ないやつだ。出てきない。名前を何度も変えたけど今はシュンだっけ。分かってるさ、私を誘い出すためにわざとこいつから離れた。もうこいつは私の手に落ちたぞ。まだ出てこないのかい。あんたがこのまま諦めて帰るはず。雇い主にできるだけ生け捕りにしろって言われ、こいつを死なせたくなかったら早く出てきな。サン、さようなら。そうよ、私。どう？びっくりした？でも、ずいぶん慎重だったわね。私が変装するまで引っかからないなんて。さすがはプロ中のプロだ。残念だけど覚悟はできてるでしょ。来世では平凡で幸せな OK 隊長、ミッションコンプリートよ。だけどこっちには来ない方がいいわ。とりあえず例のバーで待ってて。片付けが終わったら行く。注文は？疲れてるみたいだな。シュン？ああ、前回あんたと一緒だった女か。悪いが、ブランデーが好きで情報を聞きに来ることしか知らんよ。金さえ払ってくれれば客の素性は気にし。そうよ、謎は女性をより魅力的にするの。慣れれば何でも早くできるものよ。そんなに緊張して私を見ないで、リラックスしてちょうだい。最強の刺客が倒れて残りの奴らも手を引くはず。だからこれは打ち上げみたいなものかし。だからさっき見たことは忘れて楽しくやりましょう。ねえ、じゃあジロジロ見つめるのはやめてくれる？あら、告白ならもっとロマンチック。
冗談よ。ちゃんと分かってるわ。お姉さんの好感度は満タンだけど、真剣に考えるなら強くなってもらわなきゃ。でも今はこれ以上知らなくていい。あなたのためにもね。何かを知って人は変わることもあるのよ。知ったらそのことと関係せざるを得なくなる。きっかけ次第で巻き込まれることもあるわ。いいことならともかく、私の場合はちょっとだけ教えてあげる。昔情報操作で味方部隊に大惨事をもたらしたことがあるの。だから今のままでいいの。隊長はあまり知らなくていいわ。私があなたの味方だってことだけ覚えてて。影でも表必ず守ってあげるから。あの時私はあの子を守れなかった。今度こそあなたを守ってみせる。